え？めっちゃやりにくいわ。ちょっと俺右手でやりたい。まずはゾンビからクエストの説明もいらんしな。みんな分かってるっしょ、こんなそれ、ちょっと思ったんですけど。何？返してくれよ俺のモンストは。何なん？録画できてるん？これ。これで声も入ってます。なすごいな。ほんまに？はい。いや、怪しいからな。怪しい。その代わりそのゲームの音が聞けなくなりますけど。最初からなかったやん、ずっと。集中できん。こう。あ、ああ。一個残った。ボス戦からやらしてほしい。めんどくさい。ボス戦いけると。まあまあここ1ステージ目はまあとりあえず別に何でもいいもんな、ね、これとりあえずアップやろこれ、うん、アップ右上の女の子だけ残しとけばいいんで。そう、1ステはもう基本このクエストのルール説明みたいな、うん、なんだこれ、音完全に消してんの？言っちゃいました。その動画撮ってたら消えるんですよ、基本。さっきずっと消えてたやん、だって。音してなかったっすか？うん。音出してて。うん。あ、けど一応今、あれでしょ？録画してるから。はい、今はどっちみち。これ、究極の立て感。左っしょ、それ。究極の立て感うまない。感覚が優れてると。センスよな、やっぱモンストってセンスよな。キャラとかじゃなくて、キャラとかじゃなくてセンス。これもう言っといた方がいいな。なんか怖いもんな、2ターンは。そうっすね。なんで俺がモンストやってる時にさそんなん食べるの？ちゃうじゃないですか、その左手まず離してくださいよ。モンストのいいとこはそこっすよ、片手が空いてるんですよ。いや、みんなに見てほしいやん、俺の実力を。で、ここは下に入っていって倒します。うまっ。まあこれも一緒やな、こうやな。ちょ、ゲージ怖いわ、音ないから、ほんま。あ、やばい、めっちゃ暴れた。普通に当てる。1個残った。と思ったら死んだ。おお、完璧やん。3ターン遊べるやん。けどこれ死なへんよな、これじゃ。死なへんよ。もう今多分遠くにカウンターぐらいのことですよ。ちょ、何言ってるか分からへんわ。死にますよ。そう、そのとりあえず当たらん方がためます。お、いい削り、いいですね、いい削り。もう誰でもダメでしょ、それ。空港が奥が横間職人やから俺。バーグー、生きてる生きてる生きてる。どこで？いやいや、死なへんって、うん、もういいんじゃないか。いや、俺は貪欲やからな。貪欲やから
これ V よけ、 V よけできんじゃん、これ V よけ。なるほど、それできたらうまいですね。 V というか、そう、それ、あでも、あですか、うん、こっからよな。あざ的にはなんか遅延を先倒せとかなんか言うとりますけど、絶対このステージは黒でもいいっすよ。黒とか天使の対応、天使の対応をいかにスムーズにするか。けど狙い目は遅延系な。まあ、まだとりあえず触ってもいいもんな、とりあえず今は。あ、だけど白天使と女の子は殺しちゃダメ。特にまあ白天使が殺しちゃダメですね。もう死にますから殺したら。あ、しょっぱい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 なぁ。それはもうボス殴りでいいんちゃう。めっちゃ薄くいって今やろうとしてたんじゃん、それやろうとしてたことさっき言わんとってや。やろうとしてたし、それ全く同じこと。いやけどそれじゃ勝てへんねん、このクエストだから勝てへんねん。危ない。君はハッシュ、ハッシュもう一回いつやめて、俺のハッシュやる。もう遅延はいいや、置いとくわ。いやけど遅延倒さんとまだ一旦大丈夫やから。えけどもうダウンさしときたいよな。てか悪魔の方倒しときたいな、うん、それぞれこうやな、もうワンカーンで死ぬでしょ。ほいで、ダウンしてで、ダウンで、うん、こうやったら絶対死なないです、うん、生きる生きる。縦であのスピード拾ってあのゴストまで行くわ。なるほど、強欲、強欲な、強欲なツボ。スピード拾ってスピード拾ってやっとやな。スピード拾ってやっと倒せた。こっからもうボコボコタイム。ちょ見えへん、意外と出てる、これ出てない。こうやな。あ、いいんじゃないですか。こうや、こうや行動。あ、危な、毒毒毒セーブ。きた、これさっき言ってたやつ。あ、そういくんですね。絶対こうでしょ。逆にこれ以外ないでしょ。僕やったら右下に行きます。ちょっと横の右、薄めの右下で。静かにしてくれ。やるー。絶対こうやから。で、ここに置いたことによって、いや、友情が効かないって言ってるじゃないですか。こうなんね。うわ、絡んで物言わしていくタイプ。絡み、絡み、絡みのエテポンゲって呼ばれたもんや、よく昔は。ゲージミスだけはちょっとやめよう、今回は。あ、こいつ、そのドロシーの時だけは絶対。ドロシーってどれ？3番目？唯一知らんやつ。3番目？こいつの時だけはゲージダメオなんで。これはやばい。まあまあ、そんなにやばくないですけど、あの女の子は倒したくないのかな。ってことは こうしガイド出てるやん。それはまずい、それはまずい。こうか、それはちゃいますね。あー、ちょっとちょ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 っと縦の左ちょっとずらしでしょ。縦のこういうこと、
でちょっとここでいいんじゃん。あ、まあでもあんまつけすぎたらその暴れて白天使殺したりしますから。まあそれは良くない。そう薄くいってまあそのこういサムライザゴの下らへんに行ければなぐらい。とりあえずあんまり他の、いやちょっと多く求めんとこうや。それはでもあんまつけすぎたらやばいっすよ。女の子倒すわけにはいかへん。それやったらさっきのあのでも女の子絶対倒しちゃダメですから。行ってまえ娘。 うまい。あ、悪魔死んだけどは全然いいっすね。まあ普通に回復できると思うんで。あとは SS めっちゃ溜まってきてるんで雑魚倒したいですね。どの道女の子と天使街の雑魚いっそ来た。下やなこれ。いやそれでいいと思いますよ。下行ったらてかこれ抜けられへんかもしれない。いや多分いけますよ。でも下行った方が多分挟まりますよ。抜けた。おうまい、うまい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 。デキューマーデキューマー入りましたデキューマー。うーん、あと2ターンで痛めの攻撃きますと。え、これダウン効果いつまで続くの。まだ続くの。多分これ攻撃来るまで3ターンぐらい続くんで、これ一旦ここだけ倒してもよくない。そうですね、無難ですね。他のやつその、うん、ヒーリングオール女の子殺したくないから、それはすごく賢い。おいいね、いいね。でここ、ここは当たりに行っといた方がいいよな。ああ、当たりに行かん、隙間入っていい。いや、行かんくてもいいですけど、どちらかといえば HP を回復したいと。え、なんでさっきのやつ回復できひんかったん。近すぎたん。ヒールウォール、ヒーリングウォール。あ、近すぎたらダメですね。ダメオのやつと一緒で。だからこいつ回復アビリティ、え、これ左入ったら回復できるでしょ。いや、まあできますけど、そんなにめっちゃもうほんまにビビたるやつなんで、こいつのアビリティで回復持ってるんで仲間3体に当てたいですね。いいけど入った方が良くない。どちらもいいっす。俺は入る。入れないと。そして当たらないと。当たらない女の子殺すと。これはもう激まず。撃つわ撃つわもう撃つわ。ああ、それ全然賢い。号令やから当たりに行かなあかんねんな。そうっす。下に当てて隙間入らずに全員当たろう。特に1段階目なんで味方に当たってなんぼ。味方にそれつけすぎちゃうんすか。あ、プラン、うわ、やばい、これはやばい。ゴスト、うわ、しょうもな。うわ、まあまあ、でも回復はできたんで、こっからあと2ターンで殺したい。あ、これは、じゃあ絶対ちゃいます、絶対ちゃいます。なんでやねん。絶対ちゃいます、絶対ちゃいますそれやったらもうなくなりますよ、そのフィニッシャーが。いや、ゴストすぐ溜まるから。4ターンやったっけ。 SS まで4ターン、 SS まで4ターンじゃなかったっけ、これ16プラス。ちなみに今2段階目ですからね。絶対溜まる、絶対溜まる。4周っす。いや、これいかんと死ぬって、負けるって。もうだって回復出てへんもん、もう無理やって。これはいかなあかん。まあいいっすよ。とこやって、そう言うって。こっち隙間入、これ左入れるんこれ。道きつい。あります。でもそれはもうそう行くんじゃなくて、右左とか、あ、右に1回跳ねてからとか、左右跳ねてからじゃないと入りにくい。薄くってことやろ、めっちゃ。そうそうそう。でもそれでもきついんで、多分左右が多分ちょうどいいぐらいですね。二反射見える。もう二反射見えたらもう男っすね左右見えた。薄いっしょ、そう。いや、まあ耐えれるけどね。はい、この攻撃で。あ、これもう弱点でいいんじゃん。え、でもそれ、それはやんちゃ、やんちゃ、あー、やんちゃ。終わり。耐えたと。あ、全然あるな、まだ。それでいいと思います。どちらかといえば味方に当たりたい。あ、ナイス、回復した。あ、いけるまだ道筋見えた可能性はある。
はいと。ここはもうさっきもここでやられてんもんな。反射員をいっぱい倒したい。女の子を絶対殺しちゃダメ。もう一体で我慢してくれよ。これは左右行ったら絶対女の子やってまうもん、うん、で女の子やった挙句に反射員誰も倒せませんでしたで。耐えれるっしょ反射員一体倒したら。耐えれる。一体やったらいけんじゃないですか。耐えるん多分大丈夫。ドン、ここでドン来ると余裕、okay. 余裕、はい、こっからで、まあまあまあ、ちょ天使とかちょっと一回無視して、とりあえず反射員と、ここ入れる？これ。いやー、それは上行っちゃいますね。でも絶対その今横系ではないですね、この弾き方。横系にしたらどうしても、そう、女の子混じっちゃうから。下に、これでちょっと入るわ。コスト経由。あ、全然あり。あり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 。あり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 で、ここはまだ当たらんでもいいねんな、天使。いや、そう、だからむしろ、天使、あの、黒天使の攻撃力アップを最後にもらって回復したいですね、正直。あー、なるほどね。結構 HP きつい。いやけど、でもそれ狙いに行ったら死んでまうって、絶対。ゴストで当たらんかな。当たりますね。ゴストにかけよう。なおかつ左下に入る。ゴストに左下入った。うまで、今はどっちももらってます？上ちゃん、いや、その攻撃力どっちをもらってます？知らん、見えへん。アップ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 、完璧や。で、ここダウンやんな。ここ絶対ダウンってことは、さっき黒天使こうか。え、これ怖。いや、まあ右壁当てて、こういうこと。そうですね。それでその暴れてもらう。いや、その黒天使の隙間に入らんように打ってください。そういうことやんな、うん、黒かすめなあかんねんな。黒のその下を触る感じで。いや、むずいな、それ言われると。まあ極端に言うと、つまん。 OK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 。お、ちょ、それはでかい。黒だけやれた。で、ここ耐えますと、うん、こっからボス削り。あと2ターン、とりあえず。もうそれはもう、そうっすね、もうそうっすね。お、ナイスショット。あ、クリティカル強い。これいったんじゃん、これ。これいけるっしょ、これで、はい、ドルシート。これゲージ注意な。これゲージ注意と、まあそれでいいと思いますね。ここのターンで薄くなったら、もうここで抜けたいぐらいの。お、うまい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 、きたー。まあまあ、ビレバンビレバンビレバンここはもうそのまま上でいい、抜けちゃう感じで。なんやったらもう激しめにつけてちょっとでも回復するみたいな。あ、そういうことね、はい、これだって普通に死んじゃう、死ぬよな、もう、うん、余裕で。友情でも死ぬよな、これ。言うたらもう最初の初動で死にます。で、あとは壁に触れたら、まあラッキーぐらいと。ちょっと、ね、OK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 。 あんま回復しんねんな、壁。いや、あの攻撃力アップもらってなかったらもう数百とかしか回復しない。よ、ラスゲ来た来たね。来たと来たね、ラスゲ。ここはもう白天使と女の子以外の黒天使侍雑魚をできるだけ短いターンでどんどんもう削っていく。こうやわ、絶対こう。下入んで、間、そういうの決めていかんとこれ勝てへんと思うねん。ゴッサムいないし、ゴッサム持ってへんし。まあいい、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 まあ、めっちゃダメージ出たし、結果オーライ。
いった、うわ、え、これつらつらで、ここはまだあの強い攻撃より3ターンあるんで、とりあえずその女の子と白天使は倒さへんように他の雑魚を多く倒していきたいと。ちょっと待って、ちょっと待って。で、攻撃ターンを見て反射員は攻撃してこないんで、侍雑魚2体はできるだけ倒したいと。まあ普通に下でもいいし、そう上がっていくのがいいですね。あー、くっ、でかい、それはでかい、クリティカルでかい、来てる。しかも今カウンターもらったからね、で次3ターンやから次ジャストで打てる。でここ、ここ全然打つのありですね、ゴレやけど、絶対何があっても先に黒天使を触ると。でダウンは続くんで、結構雑魚一掃できると思うんですけど。いや、え、ちょっと待って、黒天使触るとかじゃなくて別に打っておくないこれ。やけど、もう一旦あるでしょ、もう一旦あるでしょ、先に黒天使触らないと、うん、もう正味バーってやって両方死んじゃったら、最後にダウンもらってる状態にしないと、うん、もうあと2ターン後にいかつい攻撃来るんで。次のターン天使触ればいいんちゃう。いや、天使このターンで死んだらどうするんすか。死なへんって、だって俺右入ろうと思ってんねん。で、ゴレを打つんすか。ほうで、ゼス打つんすか、うん、まあ、そのリスク高いですか。入れるならそりゃいいっすけど、入れへんかったらもうしゃあない、これはもう運。もうしゃあない。でも入ってもそんなにダメージねえですよ。もうけど打たんと絶対 SS 打てれんくなる今後。ああ、あのトラウマのある俺。トラウマ弱点あるし、入るし、絶対入るし、2人で入る。まあ2人は入んないですね。一緒に入る。入った、強ダメージ、強っ、勝ったんちゃうこれ。しかも黒天使だけ死んだ。ここ回復す打つ、もう、ちょっと待って、そうっすね、ダウンダウン、あ、けどこれ天使当てなあかんよな、まず上がってる。あ、はい、何があっても白天使に当てつつ、これストライクショット打ってもいい、てか打つ、回復できる、これは多分打たないとダメっすね。こう立てやん、ね、あー、でもそれ壊ないですか、反射員。そうやったらちょっと左に、いや、これの逆、左、いや、ビビんなって、そこでどうって、もうそいつに引っかかったら終わりっすよ。引っかからへんってこう、じゃあちょっとこう、そうやったらもう、なんやったらもう暴れる感じで左斜め上とかに打ったらいいんじゃないですか。ビビんなって、うわー、いけ、回復しろ、回復、おおおお、一掃した、で、ゴストで終了でしょ、これもう。次もう一体のラファ答えた、あと2ターンで勝っ、これ何でもいいでしょ、もうこれはあるでしょ、右左壁の隙間、こうでしょ絶対。それはないでしょ、だってすんなすぐ抜けますよ。まあダメージは出ますけど、それは、まあ、けどちょっと待って、あれやな、ちょっと待ってあれやな、あのビームバリアや、だけどこれも初に勝ち確っすよこれ。いや、ちょっと、あの、まだ、落ち着けって、ゴーストレゼスタマン、落ち着けってよ、ちょっと。本名言わんとってくれ、ちょっと動画アップしたいねんから。エテさんにクリアしてもらった、これは嬉しいわ、あー嬉しい。これ当たる、これでちょっと上の方がいいな、あの、矢印のつま先をもっと短くして、もっと見えるように、そう、矢印のつま先を弱点に触れるようにこういう感じしていく、もっとそのなんていうんですか、つま先、ここのつま先がここにあったら分かりやすいですよ、こういうことやろ、そうこれで当たるの、そう、それで当たります。勝ち確ムーブいけなあ。やったやったほら見たか、やった、俺センスないんや、やっぱ。これが多分23回目の挑戦ですかね。よ、出た。え、これはけど書けない。まだまだ。こっからね。おー、ここはざっす。で、え、大丈夫かな。あ、大丈夫か。ここで
ミッション行きます。ミッション、ミッション行って、これ仇をクリアせよ。え、逃がす、これ逃がす、ゲッ、で、で、あ、けどこれ俺がクリアしてからこれあの使ったらあかんじゃん。え、1回しかクリア、1体しか絶対ゲットできないですよ。え、そのもう撃ったら撃ったらもうおしまいっす。売る、え、まあ売るはないけど。じゃあこれ俺のデータに送っといてくれんあとで俺のモンス、俺のモンそうや、そう、もう自分でクリアするまでとか思ってたけど、もうこれゲットしたからもういいっていう。あざーす、はい、これを、はい、これをラック54の高杉晋介を混ぜますと。じゃあラック、あと55、あと44集めたら、もう実質ガチャゲンのモンスターが誕生しますと。運極にするだけのゲーム、はい、運極を作るためだけのゲーム、頑張って作ってください。ちょっと誰か落とせ、いや、このいや SS のボイスで締めようかなと思ったらその音でいいから最悪です、はい、本当に終わり。